ずっと燃えていたね、クリミアのフェオドシアのね、石油備蓄施設の火災ですが、5日目にして、やっと消えたんじゃねえかというですね、情報が出てきたんでご紹介します。4日目まではね、結構激しく燃えてました。テンダーさんがね、動画を共有してるんですけど、地元民が挙げたね、まだもう本当に爆発がなんかついてるみたいで、追加で攻撃があったんじゃないかみたいなね、情報もあるんですけれども、一応モスクワタイムズによるとですね、5日目にしてどうも鎮火したようだと、この記事ね、ちょっと翻訳して少し共有するとね、クリミア半島港湾都市フェオドシアにある主要石油ターミナルで発生した火災は、ウクライナのミサイル攻撃から5日後に消し止められたと、クリミアのロシア側の市長ですね、トカチェンコというやつがですね、昨日発表したということです。午前8時現在鎮火したと、完全制御されていると、完全な復旧まで作業は続くということだそうです。住民が爆発音を聞いたと報告した後、いろんなものが流出したんじゃないかみたいなね、まあいろんなこう噂が出て、それをまあ火消しするためにこういう情報が出たらしいです。地元住民がですね、ジェット燃料がなんか漏れたっぽくてね、吐き気とか頭痛を訴えて、地元の消費者保護監視団体がですね、炎の近くで二酸化硫黄の濃度が高いと報告していると。それにもかかわらずですね、このトカチェンコというね、ロシア側の偽市長はですね、近隣の住民に対してですね、空気の質は危険でないというふうに保証したらしいです。だから消えたっていうのもどうなのみたいな感じですけどね。ウクライナはですね、このミサイル攻撃によってですね、ここもほぼ完全に破壊した形で、炎は2500平方メートル以上に燃え上がり、1100人以上が避難したと。メディアの報道によると、この石油ターミナルはプーチンの大学時代の友人であるフリマンというですね、オリガルヒとどうも関係があるらしくてですね、同氏はロシア占領当局によると、国有化など2019年にこのターミナルを購入した企業の受益者であるというふうに言われているそうです。なんか汚職絡みっぽいですね。だから大した防御もなくですね、いい感じで燃えてしまったのかな、みたいなね、そんな感じでございます。そんな中ね、要はこうインフラポンコツ、汚職もひどいという中でね、連日私はロシアのね、兵員不足についてね、取り上げてるんですけれども、日テレニュースにね、今週ね、こんな興味深い情報がね、アップされたんですよ。兵士不足に苦しむロシア、新兵高齢化進む、隊員はおじいちゃんだの声もということで、陰謀論に引っかかりやすい人ね、ご高齢の方に多いですけれどもね、それに引っかかってロシア守るんだーとか言って、わしがロシア守るんじゃーとか言って、おじいちゃんがどうも参戦してると。イギリスのね、国防省のデータなんかによるとね、戦死してる人の割合で50代以上がすごい増えてるっていうのも、これ一致してるので、おそらくそうだろうというところなんですが、日テレニュース曰くね、ウクライナ侵略の長期化に伴い、兵士不足に苦しむロシア、高額の報酬を提示して、契約兵を勧誘強化する中ですね、新兵の高齢化が進んでいると。独立系のメディアが報じていると。現在ロシアのですね、契約兵の半数が45歳以上と、平均年齢も今年初めの40歳から最近では50歳にまで上昇していると。平均は50歳ですからね、60代の人も多分多くいるんじゃないかなと。高齢の契約兵の数は8月から増え始め、60歳以上の男性も応募していると伝えていると。軍の内部からはですね、高齢の兵士をめぐり、兵隊おじいちゃんだ、重い荷物を持てなかったり、塹壕を掘ったりできないと、持久戦が戦えない、病気の者もいると、いった不満が出ているということなんですね。ロシアはね、非常に貧乏な国でね、高額の報酬で釣ってですね、契約兵集めてるんですよ。この報道によるとね、入隊一時金としてですね、日本円で290万円。現地通貨で190万ルーブルの支給を発表していると。さらにですね、ベルゴロド州ね、ウクライナにね、結構攻撃されてますけれども、ここはですね、460万円のですね、日本円でね、入隊一時金を示してですね、釣ってるんですけど、若者全然集まんないということで、おじいちゃんがね、生活費で集まってるみたいなね、そんな状況になってると。新たな生活保護みたいなね、ただ、命と引き換えですけどね、戦死者多いらしいんでね、すごいね、こういうことになってると。ロシアのメディアね、これもちょっと調べました。メデューサーというですね、これまあロシアのメディアですけれども、ここにもですね、こういうタイトルの記事があります。ロシア軍は高齢の新兵にますます頼るようになっている。前線の兵士たちは、おじいさんは戦争に適さないと。おじいちゃんは戦争に適さないと言っているということで、それはそうだよな。そうなんですよ。一応この記事ね、ちょっと結構長いんで一部共有するとね、ウクライナ戦争が3年目に突入する中、ロシア軍の隊列は高齢の兵士で占められる割合がますます増えていると。ベルストカの新しい報告書が、そういうふうに伝えていると。ベルストカって多分なんかこういう監視してる団体ですかね。軍と政府の情報筋は、今年に入ってから前線にいる45歳以上のロシア人の契約兵の数が着実に増加していると報告しており、この傾向は公開情報から算出されたロシア人死傷データによって裏付けられていると。これまあイギリス国防省なんかやってるやつですね。前線の兵士によると、これは深刻な問題で、高齢の新兵は若い兵士のような持久力と体力がないため、戦争の肉体的要求に苦しんでいると。メドゥーサはロシアが高齢の新兵の依存度を強めていることに関する、ベルストカの調査結果の概要を共有していると。これ私をね、監修してくれてる専門家にも聞いたんですけど、ロシアってほら平均年齢が60代でしょ？なので、もう本当に60代の契約兵っていうのはもうなんかちょっと、ね、死に近、もともと何もしなくてもちょっとね、
死にお近づきな皆さんなわけですよ。だからもう力もないしさ、ちょっともう腰も曲がっちゃったりとか思いも持てねえし、あとほら前線でダッシュしたりとかしなきゃいけないでしょ。もう息上がっちゃうし、もうすぐドローンに狙われちゃうみたいなね。ていうか、ウクライナに攻撃されなくてもなんかそのまま生きたいちゃうんじゃないかみたいな感じで、大変なんじゃないかと、私を監修してくれてる専門家は言ってました。やっぱりロシアのですね、進軍ペースが落ちてるのもこういうことがあるんじゃないかと。兵士自体の劣化がですね、おじいちゃんなんでね、あと病人も多いらしいのでね、足引きずって突撃したとかスピード落ちるじゃないですか。ということで、苦しんでいるのではないかということです。このメデューサの記事ね、もうちょっと読むとね、戦闘地帯にいるロシア軍兵士の主な不満は2つあるそうです。一つは弾薬不足と。これ、どんどん深刻化してますよね。ウクライナが弾薬をやってますからね。さらに、50歳以上の契約兵士を指す、俗語、おじいちゃんの増加だということで、ロシアの国会議員がですね、前線を定期的に訪れてね、兵士たちと連絡取ってるらしいんですけど、その兵士たちがみんなこれを不満だと言ってるらしいんですね。これ、ロシア側の情報ですよ、あくまでね。私はちゃんとロシア側からも情報を取ってますからね、親ロ派の皆さんね。あなた方よりも多分僕の方がロシア詳しいと思うんですよ。プロパガンダじゃなくて、こういういろんな多様な情報あるからさ、ロシアね。ちゃんと取った方がいいと思いますけど、軍人の平均年齢は着実に上がっていると。それによるとですね、50% は老人で、彼らはなぎ倒されているというふうにですね、ハルキウに駐留しているね、ロシア兵はね、まあ言ってるらしいです。占領下のドネツクの前線で戦っている兵士も同様の懸念を表明したと。夏の初めから私たちの部隊はチャシブヤール付近で約半数の人員を失いました。死亡または負傷です。政府は私たちに増援を送り続けていますが、到着する人々の半分は50歳以上と。おそらくそれ以上の年齢です。彼らは自分で自分の配置にたどり着くことさえできませんと。さらにですね、ルハンシク地区の動員された兵士が道路を歩くのに苦労している年配の兵士を兵士のね動画を送ってきたと。戦闘に向かうのはただの老人だと兵士は撮影しながら語ると。知れば何を考えているんだ。彼らが募集しているのはこういうタイプの戦士だと。愚かな理由で入隊する人もいるが、入隊事務所は注意を払う必要があると。年齢を聞かれると、その足引きずってるね、その動画に映っている人は62歳と答えたらしいです。ロシアの62歳っていうのは日本で言ったら多分もう70代後半、後期高齢者みたいな人ですよ。確か男性の平均年齢65歳とかぐらいじゃなかったっけな、ロシアってね。そんな感じだと思うので、結構厳しいと。ヘルソン近郊で戦闘中のですね、空挺部隊の将校は、新しい契約兵の状況を悲惨と表現したそうです。約 40% が50歳以上ですと。そして、新入隊員の4分の3は老人ですと。悲しいことですが、それが現実です。でも正直に言うと、学校を卒業したばかりの子供たちよりも、こういう人たちの方がいいと思います。ひでえなと。さらにね、こういうコミ出しついてます。彼らは全員病気だと。どういうことと。モスクワ市当局筋の話によると、首都モスクワの募集データね、これでですね、8月以降高齢の兵士がやっぱり増加していると。中には60代の人もいると。今年の初めは、新兵の平均年齢40歳だったが、現在50歳と。情報筋によると、高齢男性は、若者は家にいさせておけと。ロシアには、NATO の戦車がある。近所の人はみんなもう行ってしまった、などと言いながらですね。陰謀論でしょうね。NATO から、わしの国を守るんじゃと。戦争屋のウクライナめみたいな。まあ、感じで言ってんですかね。そんな感じです。あとね、モスクワのですね、市長室の別の高官曰くですね、モスクワで募集された全兵士の約半数が45歳以上の志願兵であると。そういうことですね。彼らは経験豊富で、どんな、若者より優れた働きができると言ってるそうなんですが、そうなのと。自分のポジションまでダッシュできないようにして、ほんと戦争できんのって感じなんですけどね。さらにですね、前線のね、若い兵士たちによると、年配の兵士たちはですね、いろんなものについていけないらしいです。彼らは重い荷物を運んだり、塹壕を掘ったりするのに苦労している。そして彼らは病気だと。全員が病気だと。足は痛いし、頭も痛むし、動きも遅いと。だそうです。体力的な観点から見れば、高齢の兵士は確かに若い兵士に遅れを取っていると。BBC の軍事アナリストのですね、パベル・アルクセーノフさんですね。アクセノフさんは語ったと。若者にとって迫撃を掴んで数メートル走る方がはるかに簡単だと。戦争はそれが極めて重要。なぜなら、ヘルメット、武器、弾薬など全てが重く、その重さを抱えて走れる、必要があるからだと。一般的にこうした高齢男性は、体力的な限界のため、戦闘でそれほど効果的ではありませんと。ロシアの東部戦線でのね、進軍スピード、進んではいるけど、えらい遅いっていうのはですね、これが原因なのではないかと。さらにね、この高齢兵士は増加傾向にあるということなんですね。 BBC のデータね、これまあさっき私が何度も言ってたイギリス国防省の確かやつですけれども、これによるとですね、45歳以上のロシアの契約兵士2475人の死亡をすでに確認していると。死亡が確認できた兵士のですね、この数はほぼ半数以上ということです。さらに55歳以上のですね、兵士の死亡も増加していると。2023年通年でですね、404人のね、50歳以上の人が亡くなったらしいんですけれども、今年はこれよりもですね、50% ぐらい多いペースでですね、戦死者が増えていると。
ロシア政府もですね、契約兵の年齢範囲を拡大する措置を繰り返し導入してきていてですね、この傾向止まりそうにないと。だから北朝鮮からね、兵隊を連れてきているのではないかということで、もう続々とですね、北朝鮮から兵士が入っているっていう情報出てます。昨日ね、ロブリーさんの1000人単位でなんかどっかで訓練してんじゃないかみたいなね、情報をご紹介しましたけど、同じくロブリーさんがね、ワシントンポストの記事を引きまして、こういうふうに言ってます。すでに北朝鮮の兵士がロシアを支援していると、死亡負傷している可能性もあると、韓国、ウクライナの当局者が今週発表し、平壌とモスクワの間の軍事協定が新たな段階に進んでいるかどうかについて疑問が呈されたと。ウクライナ軍事当局者は、機密性の高い安全保障問題について匿名を条件に次のように語った。北朝鮮の兵士数名が年末までにウクライナの前線に配備される、数名っていうかね、北朝鮮の兵士がですね、ウクライナの前線配備される可能性があると。北朝鮮の士官はすでに占領下のウクライナに駐留し、ロシア軍の戦場のですね、研究を行っているが、キーウでは、まだ北朝鮮の部隊が戦っているのをまだ、キーウではウクライナの部隊がね、北朝鮮部隊が前線にいるのを目撃はしてないそうです。でも人手不足なのでね、差もありなんというところかなと。おそらく東部戦線にもですね、投入されてくる可能性はあるかなと思います。ロブリーさんはですね、現在数千人の北朝鮮兵がロシアで訓練を受けており、今年末までにウクライナの最前線に配備される可能性があると、ウクライナの当局者が語っていると。これはやばいかもしれないですね。やっぱりね、人手不足で、それでも無理やり戦争を続けるということでね。おじいちゃんね、陰謀論で騙して連れてきても役立たずですから、北朝鮮のね、困窮した若者を連れてきて、金で釣ってね、北朝鮮をね、働かそう。まあ、金か核技術かよくわかんないですけど、ミサイル技術かね、よくわかんないですけど、そういうちょっとまずいことになっていると。そのおじいちゃんといえばね、スティーブン・セガールさんがね、すっかり親ロ派のデマに染まってですね、なんかしょうもない映画撮ったらしいですね。プーチンと心中するぐらいのことを言ってるということで、話題になってましたけれども、ほんとこいつどうすんだと。これね、ツチノコ新聞が報じてるんですけれども、セガール氏、プーチンの側で死ぬ。ウクライナで撮影の作品公開ということでね、またまあ、プロパガンダ映画撮らされてね、やってると。日本で合気道学んだのにね、なんか学ばなかったんですかね、そういうね、弱い者いじめいけないよとかさ、武道の基本的な精神、どこ行っちゃったのかなと、本当悲しいなというふうに思います。今日の内容面白い、興味深いと思った方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー。